エモノグ3番線列車が参ります。私がボーリング勝ったからご飯おごりね。ダリーな、次は負けねえからな。また私が勝っちゃうよ。おい危ねえぞ。え、はあ、やばい、電車が接近してる。え、私死ぬの？まだたくさんやりたいことあるのに。ちょっと待って、タクポよ。おっさん、駅員さんに知らせてくれ。分かったのよ、今行くからな。駅員さん、ホームから女の子が。え、以上。タクポよ、しっかりしろ。頭を打って意識がない、どうしたら。このままだとまずい、どうしたらいいんだ。このままだとまずい、どうしたらいいんだ。兄ちゃん逃げるのよ。待避所に避難してください。そういえば前に線路に落ちた男性は車両と線路の間のスペースにいたため軽傷でした。今から持ち上げて移動させる時間はない、信じるぞ。大丈夫か？ここどこ？よかった。私死ぬとこだったのね。あ、でも大丈夫だ、すぐ助けが来る。五十嵐が助けてくれたんでしょ。別に何も。ありがとう。お兄ちゃん無事ですか？どっちも無事っすよ。この前のこともあるんだからカウンセリングに行ってこい。行かねえよ、俺はどこもおかしくねえって。でも念のため見てもらった方が。大丈夫だっつってんだろ、俺はそこまで弱くねえよ。ったく、バラッチ、イガラシは本当に大丈夫か？やっぱりあの事故が原因で。あの時私は気絶してて覚えてないけど、イガラシはちゃんと記憶に刻まれてるんだと思う。あの時の恐怖が。みんなうぜえんだよ。いやー、お兄ちゃん大丈夫？大丈夫っす。電車乗りますか？ああ、やっぱ歩いて帰ります。ああ、はい。またあの夢だ、忘れるんだ。タクポヨも助かったし、俺ももう大丈夫だ。忘れるんだ、忘れるんだ。今日は大丈夫かな。あれ、お兄ちゃん。なんすか？この前ホームから落ちた女の子を助けた。なんでそれを？あの時の運転手です。え、お兄ちゃんの判断は素晴らしかったです。二人とも無事でよかった。まあ、そうっすね。まだあの時のことを思い出しますか？え、あの時起こった悪魔のような数秒間を。はい、僕もです。あの時は二人を引いてしまったかと思いました。嘘だろ？以上！線路内に男女二人、しかもまだ学生だ。止まれ止まれ止まれ、頼むから止まってくれ、避けてくれ。くそー、間に合わない。あれから運転しようとすると思い出してしまって。そんな、お前いつまで日勤してんだよ。あ、先輩。あんな事故くらいでいつまでも休んでんじゃねえよ、メンタル雑魚すぎかよ。すいません、お前のせいで休みも減っちまったしよ、復帰できねえならやめちまえ。あれ、お前はこの前ギリギリ助かった学生か？この子は関係ないじゃないですか。弱えやつは社会でやっていけねえんだよ。メンタル雑魚同士、カウンセリングにでも行ってきな。おんごらてめえ。なんだおっさん。バラッチ。え、その子の担任だ。なんすか？なぜ弱いとダメなんだ。弱いとすぐダメになるし、使えないじゃないですか。弱さは負けじゃないんだよ。あ、日本はまだまだ弱い者を排除して強い者が正義という社会だ。そりゃそうだろ。アメリカの警察はな、事件に関わった後必ずカウンセリングに行くんだ。弱くなったところを埋める作業は当たり前のことだ。はぁ、人はもともと弱いものだ。壊れたものを直す時間や環境が必要なんだ。前を向こうとしている彼らを苦しめてるのはお前らのような周りの人間だ。悪かったな。バラッチ、ありがとう。ありがとうございます。教師として当然のことだ。うっせえよ。五十嵐遅れるよ。ちょっと待てよ。出発進行。